パカ、いい感じ。おお、いいね。すごいいい感じ。うん、こんにちは、カブパパです。今日はですね、まあ今日もというか鬼怒川の河原に来てます。今日はですね、ホットサンドの方を作っていきたいと思います。食材はですね、まあ後で説明しますけど、まあこんなもんですね。これがですね、今回、まあ初めて使うんですけどね、コールマンのホットサンドクッカーって言ったかな、まあ、こういうやつですね。一回も使ってないんで綺麗です。ちょうどね、まあ、作った人の話によると、まあ、ちょうどこのコールマンのね、ランタンの模様、まあ、これがパンにこうくっきり映ると、まあ、いうようなことで、まあ、大した味には影響ないと思うんですが、まあ、ちょっと面白そうなので、買ってみました。じゃあこれでですね、早速作っていきたいと思います。ちょうどね、まあ、こんな風にですね、まあ、純正なんでぴったりこう入るんですが、ちょっと高さ的にはですね、もうちょっと高い方がいいかなと、まあ、そんな風に思うんですが、まあ、今日はね、まあ、強風ってわけじゃなくて微風なんで、まあなんとか大丈夫だと思います。じゃあこちらを今日の火種として使っていきたいと思います。よく言うのはね、ここにねイグナイターがあるんで、使ってる後こう押しづらいと、まあ、確かにねすごい押しづらいんですけど、まあ、そういう場合はですね、例えばガストーチとかでですね、まあ、再点火した方が、まあ、手やけどしなくていいかなと、まあ、こんなやつね、同じく外ですけど、まあ、これで、今日は僕運転なんでノンアル。はい、こんままさんは運転しないんで本物、生意気にウイスキーですね。はい、はい、じゃあ、はい、乾杯。じゃあよろしくお願いします。ケチャップを半分くらい、多分2枚。最初は何？スタンダード。最初はスタンダードです。はい、はい、蓋、はい、蓋してください。はい、これで終わり。終わり。すごいドシンプル。じゃあ蓋閉めます。お、お、曲がった。あ、こんな感じね。そう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 、はい、あ、いいんじゃない。何がいいんだかあれだけど、これで、まあ、ピタッとここを閉めてってことですね。うん、そういうこと。じゃあですね、早速第1弾。ちょっと様子を、あ、あ、どう？ロゴマークがついてる。あ、いいんじゃない？だ、もうちょっと、もうちょっと反対側、反対側で1分ぐらい。今ね、ちょっと開けてみたら、ちょっとロゴマークがくっきりついてましたね。黒い、黒い。ちょっと途中こんな感じで、ひっくり返してこうか。あ、なるほどね。火がね、当たるところがね、ちょっと均一じゃないんで。よし、よいしょ、これいいんじゃない。パパパ、おー、美味しそう。さあ、これをまな板に。
おお、こんな感じ。なんかね、片面だけ焼けてんだけど、まあいいや。はい。大丈夫ちょっと断面。ちょっと断面を見てみましょう。こんな感じ。見えるかな。おお。こんな感じですね。美味しそうですね。チーズがね、ブニョ。ほら。ブニョブニョ。ちょっと汚いけど。よくできてますね。じゃあ、いただきまーす。あ、うめえ、うまいよ。うめえうめえ、これうまいよ。血はオッケー臭いね。おお、いい感じ。すごいいい感じ。すごいいい感じだけど、まな板これをパカ。そんな落ちてこねえし。おお、炭化してる。おお、やっちゃった感が。火加減が難しいね。ということに。なんだろう。撮ってるよ。こっち側だけ見ればいい。じゃあいいよ。ちょっとですね、いい感じで。見えますかね。ちょっと焦げすぎちゃった感じ。まあでもいけるでしょう。さっきよりね、これダブルチーズダブルハムですから、まあ美味しさ多分倍だと思うんですけど。だからいただきます。うまっ。うわ、これ見せて。脱げ脱げ。うまっ。クレイジーソルトが効いてる。あ、そうだよな。味ちょっと違うと思ったらクレイジーソルトだこれ。クレイジーソルトはいいね。何でもいけるね。はい、続いてはですね、ペース早いな。